はい、ソーニーザワシです。エンダーリリースチャプター3を進めていこうと思います。チャプター2ではね、ローン戦士ゲルロットと戦って、まあ、召喚獣にしましたよと、召喚獣、まあ、刺激しましたよという感じなんですけども、さあチャプター3はどういう話になってくるのかなという感じですね。あ、投げんな投げんな。で、ゲルロットを取ったら、まあ、地面を攻撃できる、地面を攻撃できる、まあ、下向きの攻撃できるわけですね。そしたら多分赤い肉種か、肉種で遮られたところを壊すことができますよというのがさっき判明したところですね。で、ゲルロット悲しいね。コマは外に出ていいのか？また勝手に進んでしまうぞ。戻って、あの下のルートも気になるところなんだよな。ここは？いや、戻りたくなってきたな。村の落書き。牢石で書かれた落書き。太陽の下で泉の白巫と村の子供たちが遊んでいる様子が描かれている。ああ、遊んでんの？ああ。これは一体。崖の村の依頼書に、片コンベイの立ち入りを禁ずると。現在、果ての国で発見された獣は地下で拘束しており、汚れの伝染の恐れがあるため、立ち入ることを禁ずる。汚れを受けた者はもちろん、それをかくまった者も罪に問われるため、獣は発見次第、王国の兵士に報告すること。まあ、隔離政策みたいなね。これ、ガンガン進もうとしてるけど、いいのか？あ、ごめん。こっちの方が早くていいかな。あ、ちょうど。あら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 ぶるな。ちょうどね、肉種あるんでやってみっか。ん？ん？ん？こうか。下向きね。はいはい。誰か死んでるか。村の子供と一緒にかくまわれていたのか。苦しかったろう。これは白巫女なのか。願い回復量が上昇する。巫女安らかに眠れ。まあ隔離されてたってことは、ここにいたさっきの獣も、まあ、子供だったってことだよね。だから、まあ、殺してくれみたいな感じだったんだろうな。でも最初の分岐の方行ってないから、そっち行きたかったりするんだけど、どうせな意識も消えて狂ってしまえばよかった。まあまあまあ、その前にね、死んでしまった方がいいと思うけどな。壊れはしない。あー、ってことはやっぱ戻って、あ、水の、そうですね、まあ、戻りがてら、あの肉種を壊しながら行こうと思います。ああ、これが1か。森の巨大な怪物、恐れ知らずの勇敢な精神はこれを読んでほしい。崖の村近くの森には巨大な怪物が潜んでおり、王の兵にも被害が及んでいると報告があった。追跡して討伐した者には報酬が支払われる。共に国のために戦おう。城塞、城塞の騎士ヘイム、お前だったのか。さて、知らんがな。バーン！やっぱ一撃が強いなあ。強っ。あ、はい、あ、一撃気持ちいいな。さあ、この下も壊していく。
つら倒したよな。このね床ドンしながらね。あ、天井ドンか。安全策を取っていく。これ大事だね。さあ、まあ特にあっちは良いようないいんであれなんですけど。しゃがん。いで、食らってんのか。攻撃してくれ。私のカラスよ。もうさっさとしていく。逃げるように行ったぞ。回復して殴って、はいはい。あー、ん、いつそこ行ったことあったっけな。もう一個一個登ってかんなんつらいな。こっか。え、何、弱いの、強くし、あ、ちょっと、え、弱いってこと、そういうこと。強化しないと話にならねえってことかな。お前寝とる場合か。倒したところで無駄にというか、話的にどうなんだろうっていうのが汚れなんだよな。の強化、あ、ねえんだもんな。ああ、これは OK なんだ。なんかね、これ強くしないとダメなんじゃねえかな、あのでかい肉種は、と勝手に思ってんだけど違うんかな。あ、これ種類違えんだ。たける汚れとよどんだ汚れなんだな。どうすっかな。でも鳥強くしたら結構楽だよな。よし、ファストトラベルっていうのもあるけど、まあ歩いていこう。はい、ね、ここまで戻ってきて、マップ的には、まあ上のルートがね、さっきのロー戦士ゲルロットのとこだったんだけど、この下、行きましょう。ここら辺はまだ、あの、肉種が邪魔で多分行けないんだよね。こっちの肉種も確かでかい肉種だったよな。なんか普通に道いっぱいあるけど、俺が知らないだけなのか。そこら辺は後にしましょう。さあ、こっちのルートは一回チラッと見たけども、なんかまたモンスターの毛色が違うんだよね。そうそう、こんなキノコも、ま、バッ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 、こいつできる、こいつ、いや、これ必須かな、必須というか、単純に。いやー、もう毒かー、きついな。毒はきついな。あんなに食らうと思ってなかったね。お前はどっから飛んできてんだ。おお、死んでる。あぶね、爆弾かと思った。あ、なんか手に入れた。手に入れたぞ。強化。剣士を強化するやつを、強化するやつをね。おお、アシッドレインやめろ。アシッドレインはやめろ。レベルアップ。果たして喜んでいいのか。魔女たちの森。今回は曲ちょっとポップなファンタジーな感じだね。ファンタジーゲームなのだから、そりゃそうなんだけど。俺ね、すぐ下書きになっちゃうのよ。下書きになる性格なんだよ、ね、あ、わ、死んじゃう。俺もまだやり残したことがある。うぅ、下攻撃、もう一度下攻撃。下攻撃が案外弱かったな。沈めるわけじゃなかったね。
ナイス。いいぞ。いいぞ、慎重に行こう。こういう落ちるところって大体外れというか、本来のルートじゃないから、先に、確認しときたいんだよね。そしたら、アイテムとかたまになんかあるからさ、落ちた先にあるみたいな、よくあるよね。そういうのはどうかと思うぜ。お、クラムかい。俺はどういうゲームをしてんだ。はい、今というわけでね、そんなわけで戻ってきて、まあちょうど戻ってきたんで、あれ取ってないな。あれ違えのか。あ、そう、あ、そう、残念。こいつの材料手に入ったと思ったんだけど、違ったね。どうすっかな、何が一番いいかな。やっぱ空飛んでもらうかな。ちょっと剣士の一撃が弱すぎてさ、まあどっちもどっちなんだけど、攻撃してる間にやられるんだよ。だから一発で吹き飛ばして、これの方が強いんじゃねえか。痛いよ。このアシッドレイン中はちょっとさ、やめてくれ。叩き落とす。なかなかね、やっぱ一撃強いとでかいな、このゲームに関しては。あー、無駄に取っちゃったな。もしかしてこれ下ルートだとめっちゃ敵がおるっていうオチなんかな。あいつ水に弱い。レベルアップしちゃった。毒切りやめろ。お、いいね、なんか攻撃の幅が広がったな、堀さん。よし、いいぞ。とりあえず回避、とりあえず回避大事。さあ下ルートどうだ。下ルートだが橋があるぞ。痛い。俺こいつ嫌い。俺こいつ嫌い。めっちゃ速いんだもん。俺の目に追いついていかないのよ。すげえ。すげえのな。いて。あ、死んでる。ここのボスなんかやったら水場行けそうとかありそうなんだけど、なんかね、水中もう嫌だ、もう嫌だ、死んでろ。勝手に死んでも経験値はもらえるって。間違えるんだよな、赤い人。それが問題と言っても慣れていかないとね。ここ好きや、マジで。ポンって叩き落とせるから。早い。死んでる。よし、お前もよし。フラか、危ない。ここはレストポイントがあった。この花には見覚えがある。どこで見たのか。思い出せ。よし、というわけでね、いきますか。魔術協会の手引き。魔術協会について。魔術師以外は立ち入ることができない。深淵の知識と魔術の求道者が集まる場所。魔術師たちが共同で設立した組織で、白教、白教とは協力関係にある。獣の討伐の要請にも応じ支援も行う。加入条件、複数の魔術師の推薦状。
禁止事項、古代術などいくつかの禁忌魔術の研究、教会での武器の使用、他国への情報漏洩と。ああ。まあまあ別の組織というか、魔術系な感じなんだね。魔術教会と呼ばれる場所はここは下にあるらしい。下？水没してしまっているようだが、先に進むしかなさそうだ。なんだあれ？壊せる。なんだ？なんだ？いけないんだが。何を言ってるんだ？あ、登れたわ。あれは何だろう？まあ、ダメなのかな、今は。発動。その少しは防御してくれんかな。お前に任せるわ。めっちゃ食らうだろ。めっちゃ食らうのやめてくれ。あーもうめなんだ防御力がねないな。当たんなって話だけど。当たった？下にあるらしいから下に行くか。なんかいんな。完全に魔術師がいるな。あ、どうも。魔術師がいるんだよな。何？これ剣の方。発動させたらまずいな。あー、やめて、ファイアボールやめて。バーン。あー、近づくと、フレイム、ウォールみたいな、そんなかっこいい技使ってきそうだ。オッケーオッケー。あ、ちょうど入手しましょう。おやすみ。この先行けそうなかった。ってことは左かね。背景に魔術っぽいなんかあるもんね。何か。あ、これ壁があるのか。チャプターターンは何部作に分けて長分けることになるかちょっと分からんけどね。お、ちょうどお守りが出てる。光ってる。関係ない。チャプターだということなので、ここ降りたらいけるんじゃねえか。いけたね。いや、これ死んだと思ったよ。でもなんか今途中上がっていく。ここの重力はどうなっているんだ。上がっていく。この滝というか滝なのか、逆滝にね登っていくことができると。乗れば突っ込みすぎ良くない。あの上気になるな。いけねえかな。いや、いけねえかな。いけねえか。この上はちょっと取れそうにないな。まだいて。なんでそんなことする。死にそう。これでちまちま削るぜ。弓みたいな武器欲しいな。届くか。届いた。なんか言う。あ、ちょっと。ちょっと。あ、なんか強そう。あ、どうしたの。とりあえず宝箱開ける。スキルの紹介数が少し増加するし、古き民が残した遺品であり、魔術教会に保管された代物。
あのを愛した一人の女性が大切にしていた古い指輪で白身くんが持つことで輝きを放つまじないがかけられている。輝くだけだったら辛いな。どうする、戦うか。まともな武器が出るんだよ。これ何なんだ、いて、うわやべ、もうやめよう、もうやめよう、帰る無理。もうギリギリになってから本気を出すみたいな、あるよ。なに、こいつあんな遠距離攻撃はできるとは先言っといてくれや。いや、そう言ったらさ、あお、はいガー、はい、まあね、ちょうどいい感じに戻ってきたんでこれ装備しようと思ったらね、いっぱいだった。あー、いらねえな。強化もできない。オッケー。あー、壊したらこっちつながるようになるってことね。オッケーです。上あるんだよな。あ、上行けるか。ちょっと上行っていきますね。ういお、行けるね。行けるんか。あ、行けるね。うん、なんとなくこっちに飛びたがる。やめろやめろ、俺お前嫌いなんだよ。さあ何があるんだここには。何もないっていうオチがある。なぜか上にめっちゃいけるな。レベルアップ、望まぬレベルアップ。お前は嫌いだ。ことごとく俺の攻撃当たんねえんだよ。何？びっくりさすな。なんだお前は。ちょっと強えんだよ。めっちゃ強え。ミミックはねって、ちょっとどういう生前を過ごしてたのよお前は。はあ、急に金の魔術師が出たぞ。しばらくこの俺のカラスクに頑張ってもらおう。で、たまに投げる、たまに投げる、まあ、こう地味にね戦おう。恐れることはない。なんだお前、やめろ、そういうかくらんはダメだ。おとなしくしね。なに、もう無理、無理、羽ばたく鳥よ。よし、もう少しで彼女に会えたのに。きっと上で会えるさ。金の魔術師、特製の霧を発生させ霧に触れている滝の体力を時間をかけて減らす。霧によるダメージをカウントされない。魔術師は果ての国の外で様々なことを学び帰ってきたが、魔術教会で待つ恋人のもとにたどり着くことはなかった。